YouTube 教育番組シラバス、フランス料理担当の坂井敦です。こんばんは。まだ明けませんね、梅雨は。まあ明けましたね。まだ明けませんね。でですね、今日ご紹介するお料理は夏といえばスズキですね。愛知県ではあのマダカとか、あの出世魚ですけど、マダカとかあのフッコとかセイゴとかいろんな呼び方があります。今日はこのスズキを使って簡単にできる、グラタンを作っていきます。まずパン粉、ニンニク、パセリを使って、パセリパン粉を作っていきます。ニンニクね、パセリ、香りが伝わらないんですけど、ニンニクの香りがするパセリのパン粉です。あらかじめソテーしておいた玉ねぎです。薄く切ったスズキ、またスズキ、ここへ塩をまぶします。で、パセリパン、さっき作った。タイムの葉ですね、タイムの葉。タイム枝ごとです。タイム枝ごと。で、バジルはちぎって。散らすよ。オリーブオイル。いい加減。で、200度に予熱したオーブンで15分ぐらいですね。様子を見ながら焼いていきます。はい、焼き上がりました。ペコリーノ削って、では試食していきますね。取り分けて、
お野菜を切ってグラタン皿の中でこう並べて組み立てただけなんですけど、シンプルな調理ですけど、まあ、トマトはソース代わりになったりとか、パセリとニンニクの風味が効いたパン粉がアクセントだったりとか、隠し味の炒めた玉ねぎですね、こうそういうものがこう一体になって非常に美味しく仕上がっています。セボンです。